どうも、おいりです。今回は包丁のレビュー動画となります。今日紹介する包丁っていうのが実際ここにあるんですけど、こんなんですね。こちらオールステンレスのこの一体型ですね。こういった包丁なんですけど、この包丁なんでレビューしたいか、なんでこれが気に入ったかというと、先結論を言うと、一番僕が気に入ったポイント、強いなと思ったポイントが、このグリップの握り心地、そしてこのまあデザイン性、この形状というか、あのね、デコボコがないんですよ。シームレス構造とも言うんですけど、本当にね、あのまあ見てわかる通り、この顎の部分とか、ここのね、この歯の一体感、このねデザイン性がもう素晴らしいんですよ。これがとにかく気に入って、まああともちろん切れ味とかっていうのもこの後いろいろ紹介していくので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今回の包丁なんですけど、実は今あのクラウドファンディングでこの包丁が出てて、実際にその使ってほしいってことで、あのご提供いただいたんですよ。でもし気に入ったらぜひ紹介していただきたいってことで、あのね、本当にめちゃめちゃ気に入ったのでぜひ紹介させてくださいってことで今紹介してるんですけど、あの僕基本的にあの本当に僕自分が気に入ったものしか紹介しないです。今までいろいろまあ、 あの砥石なり包丁なりなんか調味料なりね、いろいろあるんですけど、あの結構ね、あの紹介してないの多いんですよ。あの全然僕がまあ気に入らなかったというか、そこまで好まなかったっていうことがある場合っていうのは基本的に紹介しないんですよ。なんですけど、まあ、今回ね本当に実際に使ってみて本当にあの良かったので、あの紹介させてくださいってことで、早速こちらがどういった包丁かってことを紹介していこうと思います。実際にこちらがそのクラウドファンディングのこのページですね。順番にこちら見ながら説明していこうと思います。まずですね、もうこれ見てわかる通り、まるで全てがお豆腐のようにってことで、いいキャッチフレーズですよね。はい。で本当に今僕この手元に2本あるんですけど、この2本以外にもたくさん種類があるんですよ。それもまた解説します。ではどんどん下行って、キッチンタイムに新時代、今までの切れを変えるキッチンナイフということで、ハステというその包丁名ですね。このハステっていうのは持ってるって意味だそうです。そのまあドイツ語で持ってるって意味だそうなんですけど、まあその実際どんな思いがあってこの名前をつけたっていうのは分かんないんですけど、やっぱり持つってことで、このねハンドルの部分にこだわったのかなとは思ってます。実際本当にもう何回も言うんですけど、これまあ持ってもらいたいんですよ。これね、映像じゃ伝わらないと思うんですけど、あの持ってほしいです。持った時に感動します。僕は感動しました。ちょっと後ほどそれについてまたたっぷりね詳しく魅力を伝えますので少々お待ちください。でどんどん下行きますね。ストーリーということで、日本のプレミアム鋼材とミシュランシェフも認めた機能美を兼ね備えた切るが気持ちいい包丁、数々の国際的アワードに受賞したデザインとクオリティ、使ってない時はキッチンのインテリアに、はい、インテリアとしてねすごくおしゃれですよね。で独自開発のメンテナンスツールで、お手入れもお手軽に、いつだって気持ちいい切れ味が楽しめるということで、はい、こんな感じであるんですけど、まずですね、この包丁のスペックをお伝えしていきます。まず鋼材はステンレスですね。錆びにくい材質です。鋼っていうのとステンレスっていうのがあって、ステンレスっていう分類の錆びにくい方です。でそのステンレスの中でもいろいろあるんですよ。その銀酸とか V 金とかね、まあいろいろそのステンレスの名前があるんですけど、これはハイカーボンステンレスっていうもので、硬さで言うと HRC が60です。この HRC っていうのはその硬さを表す鋼材の硬度を表す指標なんですけど、60っていうのはだいたいその V 金15とか銀酸とかね、そういったのがステンレスだと有名なんですよ。でそれがだいたい61とか2なんですね。だからそれより若干柔らかいって感じです。で他にも有名なあのイノックスとかですね、まあ、あれをまあ 8A とかアウス8とかっていうんですけど、あれがだいたい58なんですよ、 HRC なんで、それよりは硬いです。結構そのまあステンレスの中でもまあ比較的に持続性ですね、切れ味の持続性っていうのは高いんじゃないかなと思います。そして刃の厚みですね、まあ、このシェフズナイフって言って、実際ここにあるのがまあ牛刀ですね、牛刀なんですけど、この峰の厚みが 2mm で、この刃の厚みが 0.03mm ですね。 0.03mm の極薄の刃の厚みで、鋭角な12度の刃ってことで、その片方が12度なので両方で24度ですね。で僕以前動画にも言ったんですけど、あの危険な角度とかその大丈夫な角度、あの一番理想的な角度っていうのがあって、危険な角度っていうのがもう20以下ですね、もう10度とかそんくらいまでいっちゃうと、もう薄すぎて鋭角すぎて刃がもうすぐねボロボロになっちゃう、もう刃がねめちゃめちゃ欠けやすいような危険な状態の角度っていうのがあって、それやると本当にもうすぐ刃が落ちます。もう本当にリンゴの種とかだけで欠けるような刃になっちゃうので、この24度っていうのは本当に理想なんですよ。だいたいまあ20から30ぐらい、それがあの刃先の角度で理想な角度とされてます。だから研ぐ時もまあそれを意識してね研げば、あの非常にいい刃がつくと思うので、ぜひ実践してみてください。で次、重さ
まあ、重さなんですけど、このシェフズナイフ牛刀で 175g ですね。これまあ一覧表で出しておきます。で、あの値段とかも出しておくんですけど、だいたいまあそのシェフズナイフで1万2000円ですね。で、このペティとかだともう1万切ります、8500円とかで、そのくらいだったりするんですけど、僕がこの価格で思った感じは安いなって思いました。まあまだそんなもう何ヶ月なんでね使ったわけではないので、そこまでね、あの実際にどのくらいの価値があるものなのかっていうのはわからないんですけど、あの使った感じすごくね、まあ値段よりも満足感のあるものでしたね。で、このまあ価格に関しては、今のこのキャンペーン中というか、このクラウドファンディング中ですと結構ね、まあその早割ですね、かなり安く手に入る状態なので、またこれ本当にぜひこの後あのサイトを見てみてください。では次、種類なんですけど、シェフズナイフ、シェフズナイフが牛刀ですね。で、三徳で、ユーティリティ、ユーティリティというのがこれですね、実際にまあペティですね、このペティナイフ、一般的なこんな感じのものと、ボーニングナイフ、パーリングナイフ、ブレッドナイフといって、まあ画像で出しておきますね。こういった種類のものがあります。はい、すごくねこういうのなんか全部揃えたくなりますよね。ちょっと僕のまあ、差がというかあれなんですけど。では次、こんな感じで、まあスペックはこんな感じですね。はい、でこちらですね、これぜひね、これがめっちゃすごいんですよ。これぜひ見てほしいんですけど、このね、ここ初めて見ました。これそのケースとまな板が一緒になってるやつ、これあのこの動画ぜひ見てほしいんですけど、もうこれですね、これぜひご覧ください。このまあ、ケースになってて、これもまな板になっちゃうよっていうね感じのものなんですけど、初めて見ましたね。まあおしゃれだし、安心するし、便利だし、まな板になるし、マグネットだしってことで、はい、これ魅力的ですよね。アウトドア好きの方々の要望に応えて、通常のシェフズよりも一回り小さい6インチの約15センチですねのナイフと、フルマグネット式の折りたためてナイフの収納ができるまな板のセットを作っちゃいましたってことで、はい、非常に持ち運びに便利なハストナイフのまな板セットで、より楽しいアウトドアライフを存分にお楽しみくださいってことで、はい、存分に楽しめそうですよね。はい、楽しんじゃいましょうってことで、はい、眺めていても使っていても楽しいアクセサリーにもこだわりよっていうことで、ナイフがインテリアに変わる、あの本当にまあもちろん見た目の好みっていうのはあると思うんですけど、まあこの何の無断の何の飾りもない感じ、良くないですか。まあもちろんね、まあこの刃に、まあ、ダマスカス模様って言って何層にも重ねたもの、ダマスカスって結構いろいろ僕持ってるんですけど、こういったまあ土目とかね、こういったダマスカス模様が一緒になったとか、こういった木目のハンドルっていうのも、それはもちろんおしゃれなんですけど、まあこういったね、こういうのも欲しくなるんですよ。もう一体感で、何のもうね、もう何の模様も何の飾りもないものっていうのもやっぱり欲しい人もいるし、僕もね、あの一周回ってやっぱりこっちが好きだなとかも、まあいろいろあるんですけど、こういったまあ無印のこういった包丁っていうのもすごく魅力的ですよね。で、特に気に入ったものがこれね、ただ美しいだけじゃない、追求した機能美デザインってことで、このデザイン性なんですよ。僕が特に気に入ったのは、まあデザイン性っていうか、ハンドルがものすごく良くて、あのね、普通まあこれ分かりやすいな、これそんなに分かりづらいんですけど、このまあペティユーティリティナイフ見ていただくと分かる通り、あの柄の長さが長いの分かります？ちょっと長めなんですよ、刃に比べて。普通のペティをちょっとお持ちしますね。はい、お待たせしました。これですねこれがまあ僕が調理師学校時代もうずっとね愛用してきたこのペティちゃんなんですけど、はい、可愛いですね。で、このペティあるじゃないですか。このペティは辻町のあの辻調理師専門学校が僕の出身校なんですけど、まあその方、そこに入学した人はもう全員持ってると思います。もう、はい、全員もう最初に買わされるものなので。で、これがまあ一般的というか、今よくあるあるのペティですね。で、そのこちらの包丁ですよ、わかります？まあ刃渡りはそんなに変わらないんです。まあ本当に若干1センチぐらいこっちの方が長いんですけど、で、柄の長さを見てください。結構違うんですよ、このわかります？このバランスが僕はものすごく気に入って、これがね、もしこの短さ、これと同じ短さだったら僕は今日紹介してないですね。この長さに僕は気に入ったんですよ。まあこの長さとこの形状、本当にね、この形状のね、この膨らみわかるかな、この膨らみとこの滑らかな、分かってほしいな、握ってほしい。本当にもうこれ僕握った瞬間感動したんですよ、この柄の長さと、はい、このね、このこっからここまでのこのシームレスな構造、このグリップ感と、でさらにこの顎ですね、この顎がね気持ちいいんですよ。あの角角しくないんですよ、わかります？この滑らかなこの顎のこのラインセクシーですよね。はい、こんな感じで、まあこれはまあ一般的なものもね、もちろん顎も
まあ、用途的にはあったりするんですよ。例えばじゃがいもの根だけを取ったりとか、ちょっとねたまに使ったりすることもあるんですけど、まあね、そういうのはちょっとできなくはなってしまうんですけど、この滑らかさ、この続く感じ、僕は非常に気に入っちゃいました。優しく馴染む、ホールド感で安心するっていうことで、安心するんですよ。本当にこの安心感半端ないですよ。はい、シームレス構造で凸凹や段差のない流れるようなデザインと、ハンドルの形状や大きさ、柄の長さにこだわることでベストなホールド感を実現しています。本当に実現されてましたね。これはここがもう一番強く言いたいところで、はい。で、あとびっくりしたのも切れ味なんですけど、その切れ味が僕びっくりしちゃって、切れ味っていうのは最初の切れ味ですね。その新品の状態の切れ味、よくね新品の、まあこういう包丁でも、まあ結構何でもそうなんですけど、包丁を買ったらそれが一番切れるって思ってる方、一般の方でも、まあ料理人でも多いと思うんですけど、あんまりねそんなことないんですよ。包丁研ぐ人好きならこれねすごく共感していただけると分かるんですけど、新品の状態より絶対、まあ研ぎ慣れてる人、まあ研いでる人の方が絶対切れ味は良くなるんですね。まあ自分のもちろん好みの作業内容とかによって、刃先の角度とか、まあ使う砥石とか天然砥石使うかどうかとかっていうのによっても、もちろん切れ味とかその個人の感覚で変わるんですけど、まあ僕の中で新品の包丁、もう買ったばかりの包丁の切れ味って、まあ好きじゃないっていうか、あまりよく思わないんですね。だから買って絶対僕すぐ研いで自分の好みの刃付けっていうのをするんですけど、この包丁に関しては買ってこの新品の状態、僕これまだ研いでない、だから映像で流れてるこの動画っていうのも研いだ後じゃないんですよ。買ってすぐこれ使ったんですね。まあ一回そのどんなもんかと思って切ってみて、もうびっくりしてこれいけるなと思ってそのまま動画撮影したんですけど、めちゃめちゃ切れます、その最初の状態で。これってなかなかないんですよ。珍しいタイプです。なのでまあこの点、新品からの切れ味の凄さっていう面においても、僕は魅力的、いいなと思いましたね。ただやっぱり大事なのは、僕もまだこれ使って1ヶ月ほどなんですけど、そのまだこれからね使っていって、まあどのくらいで消耗するかとか、かけやすさとか、いろいろこの材質のこととか包丁のこと分かってくると思うので、まあまたなんか変化というか、ここがダメだった、ここがもっと良かったっていうね部分があったら、またレビュー紹介したいと思います。はい。でですね、まあこういった安心の保証のサービスっていうのもあって、実際そう、こういった箱があるんですよ。このこういった箱についてきたんですけど、このね箱もすごくもうシンプルでおしゃれですよね。こんな感じで、はい。で中身がこういった感じに入ってて、こんな感じでもうすっぽり入るような状態なんですけど、こういったですね、こういったのもついてました。まあこの顎と切っ先にはめて取るときに大丈夫ですよっていうね、こういう感じの、はい、こういう感じのですね、実際にはこういう感じで箱の中に入ってます。はい、こういうのもね大事ですよね。はい。あ、で言い忘れてたんですけど、その研ぎ感ですね。このペティナイフっていうのは刃先だけ少しね、その切った後研いだんですけど、研ぎ感っていうのも、まあそのハイカーボンステンレス、その HRG 硬さ60ってことで、まあやっぱりちょっと固めです。感覚的にはまあちょっと、まあ V 筋と近いようなものはあるんですけど、そのなんていうんですかね、これを僕は研ぐとしたら結構ね、まあこのさっきその厚み 0.03mm の厚みって書いてあったように、結構ね、まあ薄めなんですよ、包丁自体が。だからまあどういう研ぎ方するか、おすすめの研ぎ方っていうのは、まあもちろん個人によるんですけど、僕だったらこの刃先だけ、だからまあ角度をつけて12度ですね、12度ぐらいの角度のまま、この新品の状態の角度のまま研ぎ進めますね。もちろん中には僕、こういった学校のペティとかみたいに、もうこれベタ付けなんですよ。ベタ研ぎして、で最後小刃付けって言って2段刃ですね、本当に小さい刃を最後ベタ研ぎした後、最後角度つけて刃をつけるっていうことをしてるんですけど、これはベタ研ぎじゃなくて刃先だけの小刃にします。でまあもちろん減ってくじゃないですか。減ってったらだんだん厚くなってきますよね。同じ角度で研ぎ進めても、この背中ですね、峰に行くに従って絶対角度って変わってくるじゃないですか。だんだん厚くなってきますよね。だからそれに応じてだんだんね鋭角にしてって、でまあ常に同じ角度をキープするっていう状態を、まあ僕はこの包丁でしていこうかなと思います。まあそのちょっとあと理由としては、まあベタ研ぎすると研ぎ跡が全体的に乗るじゃないですか。だからまあ、ちょっとねその面であんまり見た目的に良くないかなっていう
感じですね。まあそれ気にしない人は全然いいんですけど、もしね鋭い刃付け、鋭い切れ味を求めてるって方はもうベタ研ぎしていいと思います。でまあもちろんベタ研ぎした後この二段刃、小刃とか糸刃っていうのがあるんですけど、これがするかどうかっていうのを自分で自己判断して、いろいろ自分の作業目的に合った刃付けをしてください。はい、ってことでですね、最後注意点っていうのがあって、よ僕ねその包丁の包丁の種類って、まあ、大きく分けて3種類あって、こういったオールステンっていうものと、こういった和のタイプですね、和ハンドルのタイプっていうのと、こういったよく見かける洋ハンドルっていうのあるんですけど、だいたいこの3つなんですよ。で、以前動画でその3つで、まあ、オールステンで唯一のメリットって言ったのが、食洗機に入れられるって言ったんですよ。まあ入れられるっていうだけで僕はおすすめしてないんですけど、食洗機に一応入れれますよって歌ってるこのオールステンレスの包丁を販売してる会社っていうのが多いんですね。なんですけどこれ、Q&A ですね、ここのまあ、注意点見ていただいたら分かる通り、食洗機は使用できますかってことで、答え、食洗機のご使用はおすすめいたしません。洗浄時の揺れにより刃を傷めてしまい、切れ味に影響する可能性があります。また食洗機に長時間入れておくことにより、錆の原因にもなりますってことで、まあ本当に僕が言いたいことまさしくそうなんですけど、よくまあ食洗機に入れたいから、普段から入れ慣れてるから、まあそのまま同じような癖で使えるように食洗機対応っていう包丁を求めて、こういったね一体型のオールステンレスの包丁を買う方っているんですけど、僕も、まあ、この本当に文章通りおすすめしないんですよ。本当に食洗機対応だとしても、それっていうのは書いてある通り、まあね本当に食洗機ってなんかもう今のたまに食洗機ってもう包丁をここに入れろっていうね場所があったりとかあるやつもあるんですよ。だからもう入れていいんじゃないかってことでね。でまあそういうのってもちろん揺れてもまあ刃が当たらないような設計にはされてると思うんですけど、特にこの後半ですよ、食洗機に入れることで錆の原因になる恐れがありますってことで、食洗機って洗剤とかそういったの入ってますよね。だからそういったのって錆の原因になるんですよ。だからそういった面でおすすめしないです。はい、ってことで、まあもうどうしても食洗機に入れたいんだって人は入れないでください、はい、食洗機に入れないでくださいということで、はい、こんな感じで今回のレビューですね、まあ以上となるんですけど、他になんかないかな。まあその例えばこういったねその質問とかっていうのはまた見てみてください。こういったお手入れ方法とかですね、どのくらいの頻度で研いだ方がいいっていうのか、本当にねこのまあどのくらいの頻度で研いだ方がいいですかって質問ね、めちゃめちゃ来るんですけど、これってもう人の満足感っていうか、もう人の料理作業によっても違うし、切り方によっても消耗度って変わるし、もう自分の価値観ですよね。どれくらいの切れ味が満足してるか、どれくらいまでいったらまあ自分にとってのクリアのレベルなのかって人によって違うので、これね本当伝えること難しいんですけど、僕の場合ですよ、僕の場合包丁、トマトがあったとして包丁をこうやって横に平行に置いて、左手添えずにですよ、添えずに置いて、でトマトに触れた時、トマトに触れて切ろうとした時にトマトが動いたら、僕はもうすっごくストレスなんですよ。もう本当にストレスで、だからもう何のストレスもなく、スーって切れないような包丁っていうのは僕にとっては包丁ではないんですよ。まあ包丁ではあるんですけど、でも本当にそのぐらいのレベルの人もいるわけですね。もちろん人によってはまあそこまでのレベルは求めてなくて、ただまあ普通に切れればいいとかね、大根の皮が普通にストレスなく剥ける程度でいいっていう、そのレベルもあるじゃないですか。だからこれをその人に正確に伝えるのっていうのはかなり難しいです。まあね、気になる気持ちはわかります。僕も包丁を勉強する前は、包丁ってどんくらいの頻度で研いだ方がいいんだろうなとか思ってたので、すごくこの質問をしたい気持ちはわかるんですけど、まあそういうことです。人によって違うってことです。はい、はい、ってことで以上ですね。最後に切れ味の価値観についてお話ししたところで以上なんですけど、まあその最後に一番やっぱり改めて伝えたいことは、このバランスですね。このグリップ力とこのバランス、この柄の長さ、もう普通のに比べてちょっと柄が長いんですよ。これってね、もうこんなちょっとした差なんですけど、もうめっちゃもう使ってての気持ちよさ本当に違います。でこのまあ構造ですね、デザイン、何の変哲もないこのまあデザイン性、もう無印のどこに置いても映えるような感じの包丁が僕は気に入りました。そして新品の状態での切れ味、これがもう抜群すぎてびっくりしました。はい、っていうことですね。
以上となるんですけど、こちらのプロジェクト期間がですね、2022年11月1日から12月30日の6時頃までってことで、はい、年末までですね、ぜひね、この期間にもう12月末までに興味ある方っていうのはぜひ応援してみてはいかがでしょうか。で、その早割とかそういった割引サービスっていうのもやってますので、ぜひポチってみてはいかがでしょうか。はい、ってことで今回の動画以上となります。いかがだったでしょうか。もしね、この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では終わります。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。